皆様こんにちは。国体の本技を学ぶ時間です。解説してくださるのは小薙善子先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ早速続きを読んでいきましょう。はい、すなわち個人主義の行き詰まりは欧米においても我が国においても等しく思想上社会上の混乱と転換との時期を将来しているということができる。久しく個人主義のもとにその社会国家を発達せしめた欧米が今日の行き詰まりをいかに打開するかの問題はしばらく起き、我が国に関する限り真に我が国独自の立場に帰り万古不益の国体を鮮明し一切の追随を排してよく本来の姿を厳然せしめ、しかも古老を捨ててますます欧米文化の摂取潤化に努め、元を立てて末を生かし聡明にして高良なる新日本を建設すべきであると書いてありますね。はい、ありがとうございます。あの難しい言葉がねいっぱい並んでしまっているので、ね、ちょっとこう分かりにくいところもあったかと思うんですけども、ざっと眺めていきます。すなわち個人主義の行き詰まりは、あの前回のところで超個人主義、という、まあ偏差値で言ったら20以下と超全体主義偏差値で言ったら80以上みたいな、その極端なものだけが正しくてあとは全部否定するみたいなことをやってしまった、結果それってうまくいかないよねっていう、お話をさせていただきました。でそれが、今回のところで、すなわち、その超個人主義の行き詰まりっていうものが起こってるじゃないか、欧米においても我が国においても等しく思想上社会上の混乱と転換との時期を、将来してるっていうのは迎えてる、その欧米でも日本でももう超個人主義ダメよねって、もうちょっとやっぱりしっかりと頭使って考えなくちゃいけないよねっていう、今いい音したなということがまず最初に述べられているわけです。そして久しく個人主義のもとにその社会国家を発達せしめた欧米が、つまり長い歴史を通じて欧米社会っていうのは個人主義個人が大事なんだと言いながら社会を発展させてきたという、まあ、そういう歴史がある、まあ、問題は そこでいう個人っていうのがね、一般の民衆を意味するんではなくて国王とか一部の貴族とかそういう大金持ちさんだけがその個人主義の恩恵に預かっていたという側面があるんですけども、まず その話はもっとずっと後の方で展開されるとして、日本は欧米が持っているその個人主義のある程度面白さというか良さというか、日本というのは家を大切にしましょうみたいなところがあったんで、まあ、そうで家を大切にする、親に恥をかかしちゃいけない、先祖代々に恥ない生きなければ生き方をしなければならないなんて教えられていたものが、これから個人主義だぜ、俺はもう好き勝手な格好すんだいみたいなね、まあ、そういうふうなものが入ってくると、まあ、特に若者を中心としてそれかっこいいじゃんみたいに思う人も出てくるということですよね。まあ、そういう意味で、まあ、欧米のその持っていた超個人主義の悪い部分ではなくて面白いところ楽しいところを日本は受け入れちゃったというところがあったわけです。そういう中に、そういうことがあった。ただ我が国に関する限り真に本当に我が国独自の立場に帰って万古不益の国体、万古不益ってのは未来もう永遠にってことです。もう1万年経っても変わらない、1000年経っても変わらない、1万年経っても変わらない。例えば万古不益の国体っていう中で、まあ、一つの典型的な例として挙げられるものが聖徳太子の17条憲法、和を持てたとしとなし、今から1400年前西暦604年に作られた憲法、この精神は未だに日本人の心の中にしっかりと息づいてるわけですね。そういう意味で、まあ、こういうものを万古不益という、だから一時的にちょっとみんなで決めようねっていうのはこれは万古不益じゃないんですよね。その万古不益の国体を鮮明し、鮮明っていうのも門構えに単純の単という字を書く非常に難しい字を書いているんですけども、これは、門を開いて物事を単純化する、単純化して明らかにする。だから万古不益の国体を単純化しかつ明らかにし一切の追随を排して、よく本来の姿を目の前にしっかりと表し、そしてさらにその旧来の老衆と言われるその、まあ、昔からのこうしきたりのようなもの、そういったふうなものを捨てる、そして、欧米文化のいいところはどん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 これもまた取り入れていこう。だから日本という国が日本文化だけが正しくて
ね、万国不一の日本文化だけが正しくて、もう欧米のものは一切認めない、排除するんだっていう、この排除主義はいけないよっていうふうに国体の本義は書いてるわけです。だからまあ現代風に言ったら、もう今日の文書っていうのは、いわゆる排除主義は良くないよ。でなんでこういう排除主義がいけないよっていうのかっていうと、はい、実はこれ古事記の中にちゃんと書いてある。古事記の中に、古事記の中にイザナギの狼が、天照大神様にイザナギの狼の男性としての魂を天照大神に授けるんですね。お授けになる。この時に、この首につけていた玉をもゆらに揺らかして天照大神様に授けられたというふうに書いてある。首につけていた宝石を、外して、で例えば僕が外して佐奈美さんに授ける、ね、まあ単純にこの扇子を授ける ということでもいいですよ。扇子をはいどうぞと言って渡す、はい、これ普通こんなわけですよね。そうじゃなくて揺らしながら渡したっていうんです。はいどうぞどうぞどうぞ取って早く取ってってなんでそんなややこしいことしたかっていうと、要するに物事ってのは必ず揺らぎがあるんだよと、白か黒かじゃないんだよって言うんですね。はい、必ず物事ってのは揺らぎがある。その揺らぎを大切にしなさいよ。だからあのイザナギの狼の玉っていうのは非常にこう素晴らしい魂である。でも素晴らしいものであったとしても、その素晴らしさはどこにあるのかというと、その宝石そのものに、勾玉そのものというか、まあ、宝石ですよね。宝石そのものに、素晴らしさがあるわけじゃない、はい、その揺らぎに本来の素晴らしさがある、はい、だから白か黒かはいけない。これはあのだからそこからあの陰陽なんかのマークってあるじゃないですか。こうなんかあの太鼓みたいな、ね、勾玉がくっついたみたいなね、はい、あれをご覧いただきますと、白の中に黒がある、黒の中に白がある。ああ本当ですね。そういうことです。はい、つまりあの白か黒かっていう二者択一ではなくて、超個人主義か否か、ね、超全体主義か否かっていう二つに一つじゃなくて、その間のみんなが揺れている個人主義のいいところ、全体主義のいいところ、そういういいところを常にこうゆらゆらとしながら、その時点においてみんなが納得できる一番大切なこと、みんなにとって一番幸せなこと、これをしっかりと実現していくっていうことが、これがこう国体の本義であり、だから旧来の老衆かくあらねばならぬみたいなものは、これは、捨てましょうと、これを捨てましょう。日本の、あの、日本の昔から言われていた核あらねばならぬっていう、あらねばならぬのは捨てましょう。で欧米の文化も吸収しましょう。でも欧米の文化も、ね、いいところを取るんで、超個人主義を採用するんじゃなくて、超個人主義じゃなくて、もうちょっとその全体によった個人主義のところを取っていきましょう。楽しくいきましょうよと。これが日本の文化であり、それこそ新しい日本を建設する根幹になるんですよっていうのが、今回のこのお話のところになるということになります。そうだったんですか。あの前回のこの番組の中では、その、はい、暑いところで毛皮を着込む人々と、はいはいはい、寒い中で水着を着る人々という2種類の極端な人々の例が先生も出されていましたけど、はい、まあ、その中で、まあ、こうした日本の春やこう秋の季節の中でこう普通の服を着て快適に過ごすような、そんなものがこの揺らぎの中のこの真ん中あたりにあるというイメージなんでしょうか。はい、だって夏の猛暑の時には桜咲いてくんないんですよ。あ、冬の寒い時には桜咲いてくんないんですよ、ね、あちょっと寒い時期からちょっと暖かくなってきたかな、でもまだ猛暑まで行かないよねっていう時に、あの美しい桜が爛漫と咲き誇る、はい、人間関係に個人と個人に相手もそうかもしれませんね。なんかこう、はい、あの完全な悪人完全な善人という人間に人を分けてしまうのではなく、はい、やっぱりいいところもあるし悪いところもあるっていうような人間だったりしますよね、はい、あの特に政治問題かなんかですと、みんなそこ間違えるんですよね。政治っていうのは49対51なんです、はい、あのほとんどは反対、こいつの言ってることほとんど反対、でもここの部分は一緒に強調できるよねっていうこと、いうことであれば、そこは強調していく、うん、っていうのが、これが政治になるわけで、日頃は文句ばっかり言ってるけど、よくあるじゃないですか、日頃は文句ばっかり言ってるんだけど、いざ仕事になったらもう本当にいい仕事するやつね、もう日頃は頑固者で言うこと聞かないし、もう個性が強いし、怒ってばもうちょっと何か言ったらすぐ怒るし、
嫌なやつだなと思うんだけど、でも物を作らせたら本当に一級品作るような人とかってあるじゃないですか、はい、うん、だから それぞれのいいところをもゆらに揺らかしながら、ね、揺らしながら その瞬間瞬間における最善を尽くしていく、これが日本の考え方ですね。とても動いてるようなイメージですよね。そうやって凝り固まってしまって極端に頭が固まってしまうのではなく、うん、ゆらゆらと常にこうたゆたっているというのがまさにこう煙がこうたゆたっているように、そうした日本の文化、そうそうそう、精神というのは動いているものなんですね。そう、動きの中に価値がある。凝り固まってしまうのが、はい、その日本ではない文化の考え方なんですね、はい、行く川の、流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は勝つ木へ勝つ結びてって、これ北条記のね最初の方にありますけれども、流れる水は腐らない、でも水も一箇所にずっと溜まっていたらだんだん水が腐ってくるわけですよね、はい、だからそういう意味で全てこう動きの中で物事を捉えていく、よりよく、今よりもちょっとでも良くなるように頑張っていこう、子供たちや孫たちにとってちょっとでもいい未来がやってくるように自分にできる最善を尽くしていこう、そのことの積み重ね、毎日できることはほんのちょっとしかない、でもそのことを積み重ねることによって、で美しい国が出来上がる、素晴らしい国が出来上がる、美しい国日本、これ安倍元総理の言葉ですよね、そういう日本を作りましょうっていうのが、やっぱり安倍、亡くなった安倍総理がねずっと言い続けてこられたことだと思うんですけれども、そういうものをこれはお亡くなりになられてただ悲しむだけではなくて、その意思をね継いでいくのは我々自身だというふうに考えていくべきなんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、というわけで今日はその国体の本気の中のまさに国体とはこう揺れる、こう動く、そんなものを皆さんもイメージしてくださったんじゃないでしょうか。というわけで、次回は、この続きを読んでいきたいと思います。それでは小柳善光先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。